皆さん、こんにちは、こんばんは、レイコです。本日はですね、ごめんね、またまたぶれましたね。本日は、こちらのペンドラムを使って、このモードを使って、作っていきたいと思います。これを使うのは今回私、2回目になりますかね。はい。材料はこちら、レジン液、マサゴ涙があってます。そして、宝石の雫のシアン。それから、チャンドゥで買ったホワイトラメ。それから、水色系のミラーパウダー。それから、ペンドラムと、をつなげる、紐と、こう、ネックレスとしてつなげる金具ですね。このペンドラムのために、この金具を買いました。はい、それでは行きましょう。今回はこのように、水色を作りました。そしたら、ラメを入れていきます。赤目が。はい、ラメを。まあ、あんまりね、入れすぎると、いけないので、で、まあ、だいたい、そうですね、先端、この先端に、つく程度ですね。はい。よし。蓋が閉まんないわ。はい。それでは、こちらに入れていきたいと思います。で、ちょっと待ってくださいね。先端は、濃いめから、濃いめから入れてきて、一番上は薄めにします。あ、ちょっと待ってね。エンボスヒーター買ってます。はい、それでは行きましょう。まず、先端に、コイル。てか、できるかな？あとね、これいらないかもな。これいらないな。こっちの方が、使うから、はい、まず、濃いブルーを入れていきたいと思います。はい、ちょっと待ってね。あ、机に、ついてしまいました。え、これ何？あ。はい、まず、先端に、ちょっとね、普通、濃いめっていうか、まあ、入れます。こういう感じで、入れていきます。ちょっとアングル変えた方がいいかな？
はい。濃いめに入れていきます。で、その次にこちらを入れていきます。ちょっと待ってね。で、ちょっと待ってね。待ってね。これをもう少し作るの。これがちょっといるかもしれないので、まあこんな感じで、他のも取ってですね、ちょっと待ってね、これ、こうやって、ちょっと待ってね、先端が入っていないかもしれない。で、まあ、これを、ほぼ入れていきます。ちょっとね、見えないので、アングル変えます。このように。この一番黄色を、最後に入れます。私もね、これ2回目なので、ちょっと、下手かもしれないけど。でも、頑張っていこうと思います。で、大体、全体的に入れたら、ちょっと、横にして、で、あとは、こういうね、普通にこう、入れていきます。で、こんな感じで。で、これあまり入れすぎちゃうと、溢れてしまうので、そこをちょっと気をつけないと、いけないんですけども。あ、ちょっと足りないかな。ちょっと足りないかもしれないので、手がベタベタです。あ、そうだ。よく考えたら、手袋してないじゃん。って今思っちゃいました。これに、
レジネスの中に、この中に、一番右端から、入れていきます。ね、ちょっと待ってね。すごいね、ベタベタ感があって。で、色合いを、まあ、こちらにね、透明なレジネスを入れたので、全体にこう、広がる感じで。ただ、あんまり混ぜすぎると、全部混ざったので、気をつけてください。はい。では、こちらを硬化したいと思います。はい。硬化が終わりました。手袋してきました。はい。これを外していきたいと思うんですが、これは、まずこれ外すには、こっちから外していくことが大切。じゃないと、こっちから外そうと思うと多分、この空いてるところが破けちゃうので、こっちから少しずつ押し出すような形で出していきます。こうやって押し出すと、押し出しながら先端を押し出すとこういう感じで。はい、こういう感じでできました。ちょっとね、アングル変えますね。はい、こんな感じです。はい、で、これだとちょっとまだね、ベタベタしているので、もう一回硬化しますね。はい、硬化が終わりました。そしたらですね、先端の部分、ここにですね、ミラーパウダーを塗っていこうと思います。ちょっとね、どんな感じになるのか、私も初めてなので、やったことがない。初経験。どんな感じ？あ、いいかもしれん。あ、いいね。多分今、皆さんは見えないと思うので、ちょっと塗り終わったら、お見せします。ちゃんとお見せしますね。はい。今ちょっとね、簡単に塗ってみたんですけど、どうですか？あ、これブルーにブルーだから見えにくいと思うんですけど、こういう感じ、ね、アングル変えましょうか。アングル変えるとわかるかな？こういう感じ。まあ、この先端をね、ミラーパウダーで塗ったんですけど、すごい綺麗。で、とりあえず、塗ったら、この上からレジネスを塗っていきます。ミラーパウダーすごいね。
写真すごい初めてなんですよ、これ。多分以前、クーンさんが似たようなことをしてた気がするんですけど、確かクーンさんは、この入れ物ではなくて、タイトのモールドを使ってたように思います。で、私はね、ちょっとね、タイトのモールドではなくて、このモールドを使って、やってますけど。すごい、綺麗。で、コーティング、コーティングはね、どうしようかな。これで塗るときっとね、コーティング用のだと、多分、ついちゃうと思うんで、マサルの涙で塗っていこうかな。はい、アングル変えます。おい。ま、このぐらい。少しだけ出しておいて、まあ、必要かどうか、どのぐらい必要かどうかも全然わからないですけど。はい、これを塗っていきます。これ塗れるのかな？上から取れないように。まあ、先端だけちょっと塗ってみましょうか。先端だけ塗って、とりあえずその、ミラーパウダーが取れないようにしたいわけなので、ただ、つけすぎると、よくないと思うんですよ。これでもう一回硬化します。はい、やっと硬化が終わりました。やっとね、こんな感じで、これをね、次にこれを被せていきます。被せたら、ペンキで、ペンキでちょっと、これじゃダメだ。今回のペンキは、こちらだとちょっと、ここがはばかせないので、今回のペンチは、こういうペンチを使います。これを使って、固く押していきます。で、ちょっと待ってね。あれ、これ前どうやったっけな。多分、前押したと思ったけどな。こうやって、こうやって押していって、で、ここを押しながら、今度は、こうやって押して、で、あとは、多分これで、抜けやすいので、レジネックで、塗っていきます。はい、これはですね、多分塗る、取れちゃうんですね。小さいので、こっちが。なので、これを、レジネキを塗っていきます。
できないって、ああ、もったいない。捨ててしまったわ。じゃあね、これにレジネッツを垂らして、で、まあ、こういう、シリコンの、筆でも、あ、いいので、これを、挟んで、挟めないかな、ね、で、これやって、この上から塗っていきます。あれでも、こんなことしたかな？ちょっと覚えてないけど。あ、こんなこと、したのかな、私。忘れてる。全然忘れてるわ。だいたい、濡れたら、なるべく、あってほしいんだよね。もう今ね、公開はちょっと、時間がかかっちゃって、公開してる間、ちょっと、ベッドの上で横になってました。お腹いっぱいになってさ、眠くなっちゃうんだよね。あ、スマホ動いちゃった。ごめんね。まあ、こういう感じで、レジネッツを塗っていって、ちょっと、硬化すると多分、止まるので、本当は、こうやって、本当は、もうちょっと大きいタイプじゃないとダメかもね。サイズがね、ちょっとわかんなかったんで、これを買ったんですけど、ちょっと大きかったみたいです。はい。で、これで硬化していきます。はい。硬化が終わりました。するとこういう感じです。結構キラキラしてて、このミラーパウダーがすごい、っていうか、すごいいいのは分かってるんだけど。はい。そしたら、ここに穴を開けます。あ、その前に、コーティング剤で、周りを一回コーティング、した方がいいと思います。コーティングは多分効果が結構早いので、これはこっちに置いといて、これも使い終わったかな。今度はこれを、ここの先端に持って、コーティングをつけていきます。多分その方が、綺麗に、見えると思いますよ。思いますよ。なんて、言い方が。いや、私ね、前にね、この形で、多分、まだこのミラーパウダーが持ってなかったですよ。だから、本当に、ただ、確か、ブルー系と、パープル系で作っただけだと思うんだよね。
その時は。あのね、すごい、わかるかな。あ、今見えるよね、ちょっとね。先端にミラーパウダーがついてるんですよ。で、周りにちょっとこう、と、あの、薄いシアン、薄い水色みたいな感じと、あ、ちょっとやっぱ、ラメがちょっと多すぎたかな、って思いました、今。まあ、でも、あの、結構できたと思います。はい。では、コーティングに行きたいと思います。このままね、コーティングしていきます。はい。やっと硬化が終わりました。やっとね、こんな感じで。これをね、次に、これを、被せていきます。被せたら、ペンチで、ペンチでちょっと、あ、これじゃダメだ。今回の、ペンチは、こちらだとちょっと、ここが幅が狭いので、今回のペンチは、こういうペンチを使います。これを使って、硬く、押していきます。で、ちょっと待ってね。あれ、これ前どうやったっけな？多分、あれ前押したと思ったけどな。と、こうやって、こうやって押していって、で、ここを押しながら、今度は、こうやって押して、で、あとは、多分これで、抜けやすいので、レジンエッジで、縫っていきます。はい、これはですね、多分取れちゃうんですね。あの、小さいので、こっちが。なので、これを、レジンエッジを縫っていきます。レジンエッジ、ああ、もったいない。つけてしまったわ。じゃあね。これにレジン液を垂らして、で、まあ、こういう、シリコンの、腕でも、あ、いいので、これを、挟んで、挟めないかな、ね、で、これやって、この上から塗っていきます。あれ、でも前、こんなことしたかな？ちょっと覚えてないけど。あ、こんなこと、したのかな、私。忘れてる。全然忘れてるわ。だいたい、濡れたら、なるべく、あってほしいんだよね。
もう今ね、公開がちょっと時間がかかっちゃって、公開してる間、ちょっと、ベッドの上で横になってました。お腹いっぱいになってさ、眠くなっちゃうんだよね。あ、スマホ動いちゃった。ごめんね。まあ、こういう感じで、レジネスを塗っていって、ちょっと、硬化すると多分、止まるので、本当は、この、こうやって、本当は、もうちょっと大きいタイプじゃないとダメかもね。サイズがね、ちょっとわかんなかったんで、これを買ったんですけど、ちょっと大きかったみたいです。はい。で、これで硬化していきます。はい。硬化が終わりました。するとこういう感じです。結構キラキラしてて、このミラーパウダーがすごい、っていうかすごいいいのは分かってるんだけど、はい。そしたら、ここに穴を開けます。あ、その前に、コーティング剤で、周りを一回コーティング、した方がいいと思います。コーティングは多分、効果が、結構早いので、これはこっちに、こっちに置いといて、これも、使い終わったかな。今度は、これを、ここの先端に持って、コーティングをつけていきます。多分その方が、綺麗に、見えると思いますよ。思いますよ。なんて、言い方が。いや、私ね、前にね、この形で、多分、まだこのミラーパウダーが持ってなかったですよ。だから、本当に、ただ、確か、ブルー系と、パープル系で作っただけだと思うんだよね。その時は。ね、すごい、わかるかな？あ、今見えるよね、ちょっとね。先端にミラーパウダーがついてるんですよ。で、周りにちょっとこう、と、薄いシアン、薄い水色みたいな感じと、あ、ちょっとやっぱ、ラメがちょっと多すぎたかなって思いました、今。まあ、でも、結構できた。思います。はい。では、コーティングに行きたいと思います。このままね、コーティングしていきます。だから、もしね、やり方を教えてほしいって方がいたら、ぜひご連絡ください。すぐに動画にアップします。はい。出来上がりました。で、なんかあれだね。なんか水色。なんだけど、全部こう、もうちょっとここ薄い方が良かったのかな。てか逆に、本当に、もう、ちょっと、シアンを、ほんの少しにすればよかったかな。という、ちょっと、反省点がありました。はい。今日の動画は以上になります。よかったよ、と思ってくれる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。それでは次回の動画まで。またねー。